アブドーラ、小林、1976年7月22日隊は、日本のプロレースラー。長野県千曲市出身。大日本プロレス所属。愛嬌あるキャラクターとして君臨している。プロレスでの師匠は、アブドーラザブッチャーで、リングネームもその師匠の名前から取っており、師匠譲りのファイトを展開している。自称、新州市などの流血マシーン。ブラッドレインメーカー。 以前は自ら起業した、レスラーズ運輸という運送会社の代表を務める、傍ら、スーパーセントお風呂の国での催しとしてマグロ、鮭、タコ、マダイ、ロブスターなどとも戦ってきた、小林軍団の軍団長を務める。なお以前は、アブドーラ、小林とアブドーラ小林の2種類の表記が混在していたが、2019年現在は、団体公式 HP、 本人 SNS などにおいては、アブドーラ、小林で統一されている、大日本プロレスの早々期メンバーの一人。1995年5月29日、大日本プロレス、浜松市体育館大会における対谷口祐一戦でデビュー。2004年までは、BJW 認定デスマッチヘビー級王座に一歩、届かなかったものの、2005年は、関本大輔とのコンビ、 マッスルファットデスを結成し、これが観客に大受け。パワーあふれるプレーを持ち前に、伊藤隆二佐々木隆組、レイヨンゴジャサルキチガイエスこと、河西淳黒天使沼沢ジャキと構想を繰り広げていた。2005年10月14日、高楽園ホールでレイヨンゴジャサルキチガイエスと空位になっていた、BJW 認定特王座を争い。 蛍光灯250本デスマッチで激突。試合途中からはズボンを脱ぎ捨てて、ふんどし姿で奮闘し、見事必殺のダイビングバカチンガーエルボー、ウィズ蛍光灯で火災を沈め、タック王者に輝いた。さらに12月21日、横浜文化体育館大会で、伊藤の BJW 認定デスマッチヘビー級、王座ダッシュをかけて、 蛍光灯建築現場でスマッチで激突し、打ちまかしてタイトルを奪取した。しかし、その後の試合は2006年3月現在すべて全敗、しかもすべてタック戦で、ほとんどパートナーがやられてばかりで、挙句の果てには、伊藤や佐々木隆に、ベルトの価値を落としたとボロクソに罵られる始末。これが発端となり、2006年3月31日、 佐々木隆史との防衛戦として、蛍光灯鶴木さんデスマッチを行ったが敗戦。ベルトを失った。2007年9月24日、後楽園大会、デスマッチロイヤルランブルで優勝し、デスマッチヘビー級実挑戦挙を獲得し、第21代王者、黒天使沼サージャッキと、10月14日、後楽園大会で、長島修雄の通算本類打数にちなんだという、 蛍光灯444本デスマッチで対戦したが、あえなく敗戦。サイドのベルトダッシュはならなかった。それ以降もたびたび440本オーバーの蛍光灯を用いての蛍光灯デスマッチで宮本博志向き伊藤に挑戦しているが、すべて敗退している。2008年8月に地元、長野を活動拠点とする新州プロレスに初参戦。以後、 何度か参戦している。リングネームは、矢島聡を名乗ったこともある。また、2011年には、RE-2011 グレート無茶の大冒険第2弾にも参戦し、超集力、初代タイガーマスク、藤並達次ら、大物レスラーとの対戦も経験した。2010年には渡米した上で、コンバットゾーンレスリングのトーナメントオブデスに参戦。ニックゲージとの、 1> 第1回戦を制した後、JC ベイリーとの第2回戦で敗れ去った。2011年12月18日、横浜文化体育館大会、クライマックスゲームオブデスデイトを破り2度目の BJW 認定デスマッチヘビー級王座を獲得。2012年は、プロレス対象 MVP 獲得を目指して、防衛回数を重ねることを公言し、その通り12月9日の、 横浜文化体育館大会で伊藤と7度目の防衛をかけたセブンカラーズデスマッチに勝利するまで年間での防衛を果たし、防衛回数記録更新が評価され、プロレス大賞の関東賞と日本インディー大賞の MVP を手にする。しかし2013年1月2日の後楽園大会で石川修司に敗れ8度目の防衛に失敗し、王座から転落したため、 直後の7日に行われたプロレス大賞の表彰式はタイトルなしで参加した。2013年5月5日に受けた血液検査で C 型肝炎ウイルス感染の疑いが発覚した。直後の再検査では検出が抗体のみで抗原は検出されず団体内外の参戦選手も再検査の結果に異常がなかったため早期に復帰できると思われたものの さらに念のためとして受診した精密検査で小林の体内にウイルスの残留が確認されたため発症はしなかったが治療を行うことになり完治までた選手への感染防止のため選手活動停止を命ぜられるその後治療中から2014年7月の最終検査まで半年以上ウイルスが発見されない状態が続いたことから26日の後楽園大会で復帰を 発表。8月10日の長野作創造館大会で1年3ヶ月ぶりに復帰戦を行い、同月15日には伊藤隆二デビュー15周年記念大会ビッグサマーデスマッチドラゴンフェスティバルデスマッチ復帰戦を行う。なお、これらの試合には敗れている。復帰後、小林の欠場時に宮本が使用していた愛してます。 チョップを宮本が継続して使用したことから因縁が生まれ、2014年12月21日に行われた BJW 認定でスマッチヘビー級王座戦は、愛してます、コントラ愛してますとして行われ、負けた小林は愛してますチョップを封印させられてしまう。さらに2015年の一期当選での予選中、木高勲とバカチンガーエールボードロップコントラ、 イサム足ルールで行った試合に敗れてしまい、一気当選でのバカチンガーエールボードロップまで封印されてしまうが、小林はイサミと共に決勝へ進出し再対決を制して初優勝し、エルボーの封印を解く。さらにこの優勝で宮本と再戦する権利を得たことから、5月5日に愛してますチョップ完全決着戦として王座戦のリマッチを行い、 これに勝利して3回目の王座獲得の上、愛してます。チョップの封印も自力で解いた。これで7月20日の両国国技館大会で伊藤隆二と防衛戦を行うことを決定させたが、6月に C 型肝炎ウイルスの抗体が再び発見されたことが判明し、以前の罹患によるものか見極めるため一旦欠場することになり、 精密検査の結果ウイルスは発見されなかったことから6月29日に復帰し、両国大会には間に合ったが、20周年記念20アイテムデスマッチとして行われた試合では伊藤に敗れ、ベルトを失った。その後2016年12月に横浜分隊で行われたデスマッチヘビー級王座戦で星野勘九郎を破り4度目の王座を獲得している。 2019年3月17日の後楽園大会では伊藤隆二と対戦し、師匠のブッチャーから受け継いだフォーク攻撃を披露。最後はコーナーからダイビングバカチンガーエールボードロップを2連発し、勝利を収めた。同じ小林軍団の鈴木秀樹からは、アブドーラ・ブッチャーはすごいけど、アブドーラ、小林のはしょっぱいとダメ出しを食らった。2020年、 全日本プロレースの世界最強タッグ決定リーグ戦に、関本との、マッスルファットです。で、初エントリー。一時単独首位に立つも優勝は逃したが、開幕戦でこの年の優勝チームである、宮原健と&、青柳優馬組から勝利を挙げた。2021年1月2日、世界タッグ王者となった宮原青柳組に、挑戦表明。 前哨戦となった2月18日の宮原とのシングルマッチではスパナを武器に追い詰め、バックステージコメントでも宮原を挑発したが、王座戦では自らがピンフォール負けを喫した。3月13日、島茂野を破り、新潟無差別級王座を獲得。8月15日、王道トーナメントにエントリーされる。一回戦で田村男児と対戦し、審議。 バカチンガースリーパーで勝利したが、二回戦では、スワマに逆に締め落とされ敗北した。ありがとうございます。